マンチェスターユナイテッドさん。2部相手に馬鹿試合を展開してしまう。マンユーが3点を先取するも後半70分より同点にされ延長戦へ。それでも決着がつかず、PK の末から久保勝利を手にする。ユナイテッドのサポだけど勝つには勝ったが、なんか複雑な気分だな。トープのゴール、結局オフサイドだったけど、あれがなかったら負けてた。コベントリー対していいを見たかった。今のユナイテッドでしていい。強豪と言われたマンユーが本当に過去のものになりつつある。指揮官のせいとは言わないけどなんか先が見えないんだよね。なんかマンユーこのまま中堅クラブになっちゃいそうだな。ファギー全盛期を知ってるだけにこの状況は悲しいね。2点差を追いつかれるのはよく見る。その時間帯で3点差を追いつけるならコベントリーマジですげえと思うよ。ワンビサカ、毎回後半のロスタイム何かやってくれる。マグワイアが決めると嬉しいの俺だけかな。結局今年も決勝マンチェスターダービーか。決勝目前にして負傷選手多いし無理ゲーすぎる。ホイルンド最後決めて振り返ったら、エリクセンしか近寄ってこないのかわいそう。本人もあれって顔してるし。こういう勝ち方でいろいろ言われるのなんか悔しいな。ただ期待されてない時のユナイテッドはやらかすから。決勝が楽しみ。サッカーに関する動画を随時更新中。コメント、高評価よろしくお願いします。